こんばんは、さかりょうです。先日購入したこちらジュースクラシックカラーの6色セットをちょっと開けて試し書きしたいと思います。これはね、ナチュラルスムージーセットって書いてありまして、で 0.5 の6色セットになってるんですね。色はね、キウイスムージーがクラシックカーキ、バナナスムージーがクラシックイエロー、ブルーベリースムージーがクラシックブルー、オレンジスムージーがクラシックオレンジ、ストロベリースムージーがクラシックレッド、そしてミントスムージーがクラシックグリーンというふうになっています。で、3本ずつのセットになっているのもあったんですけど、私はこのもう6色が1箱に入っているものを購入しました。で、なんかここからね、こうピリピリっと切り取り線みたいなのが入ってるんですけど、とりあえずこっちから開けます。はい、こんな風に収まっていますね。出してみましょう。私はジュースを買うのは初めてなんですね、今回が。ジュースアップは持ってるんですけど、ジュースはね、初めてです。ちょっとね、年齢的に私はターゲットそうではないので、まあいいかなと思って今まで見て見ぬふりをしていたんですが、ちょっとこのクラシックカラーのセットをずっと前から気になってて、はい、買ってしまいました。とりあえずこの順番で並べてみようかな。これがキウイスムージーのクラシックカーキ、やっぱりいいですね、こうやってね、名前がわかるから、ユニボール版と違ってね。で、クリップがこうやって動くんですね。そう、この前ね、こういう動くやつじゃなくて普通のこのプラスチックのクリップのペンをここからパキーンと折れてしまいました。私はなくてね、家族がやってしまったんですけど、はい。でこれはキウイスムージークラシックカーキ、そしてこれがバナナスムージークラシックイエローで、ブルーベリースムージーがクラシックブルーですね。そしてオレンジスムージークラシックオレンジ、ストロベリースムージーがクラシックレッドで、ミントスムージーがクラシックグリーン。はい、ということで、ではこれを今から試し書きしたいと思います。よいしょ。はい、で試し書きするのは例によってこの無印の剥がせるルーズリーフ、英語サイズの 5mm 方眼ですね。はい、こっちに、書いていきたいと思います。じゃあまずこのクラシックカーキね、まあ、私ジュース本当初めてなので、こんな色なんだ。でこれが キウイの、そうですね、色、もうちょっと明るい色かなと思ったけど、まあクラシックカーキですからね、まあこんな色ですよね。
このここの部分の色からすると少しやっぱり暗めかなって感じもしますけど、はい、クラシックカーキでも私こういうあのちょっとヴィンテージ系の色好きなので、はい、この色好きですね。で次がバナナスムージーですね。イエローのねクラシック、そう私こういう、あこれ好きだな、あのいかにも黄色っていうのも好きなんですけど、こういうちょっと暗めの黄色も好きですね。はい、で次がブルーベリースムージーですね。これはクラシックブルーだからブルーブラック系なのかなって想像してますけど、あ、思ってたより明るい。これはいたブルーよりも明るめですね。うん、はい。でオレンジスムージー、あーこれもちょっとなんて言ったらいいんですかね、華やかなオレンジではない。はい、うん、これも好きな色で、次がストロベリースムージー。なんかもう少し、濃い暗い赤かなって思ったんですけども、暗めの赤だけど少し薄いかなって感じがしますね。で最後がミントスムージークラシックグリーン。あ、なるほど。しかしミントのスムージーって他のは果物だけど、なぜこれはミントになっちゃったんだろう。あ、でも暗めのグリーンですね。カーキとどう違うのかなと思ってたけど全然違いますね、色味が。はい、で今ちょっと試し書きしてみましたが、今回もこのテンプレート使ってみたいと思います。前回ユニボール1はダイソーのパターンプレートを使ったんですけど、これはセリアのデザインテンプレートって名前だったかな、はい、のアイコンですね。ちょっとやってみよう。どんな風にやっていこうかな。 1,2,3,4,5,6 6、こっち使おうか。ちょっとまずクラシックカーキ、まあ、ジュースを初めて使ったんですけど、うん、色は割とくっきり出る感じで
きやすいですね。これはこの円マークだけど塗った方がいいかな。テンプレートってね便利なんですけど、なんか絵が下手すぎて、これはここはおかしいな、電話に見えないかも。これは何？これ歯？歯医者の？おっと、なんかこうか。はい。とりあえず書いてみました。クラシックカーキですね。うん。こう色塗るとよくわかりますけど、いい感じ。で、次はクラシックイエロー。ちょっと難しいな。スムージーって私飲んだことがないんですけど、美味しいんですかね。これはなんだ、これよくわからないな、なんだろう。はい、クラシックイエローで描いてみました。うん、そう、私あのイエベなんですよね、肌が。なのでこういうあの明るい黄色よりもこういうクラシックイエローみたいな色の方が洋服は好きです。肌なじみがいいというか。はい、で次はこのブルーベリースムージーですね。これ意外だったな。そう、なんかクラシックブルーだからちょっとやっぱりブルーブラックみたいな色なのかなと思っていたので、思ってたよりこの明るいっていうのが意外でした。なんか大きさが様々ですね、このテンプレートも。これは鉛筆なのかな。これは何？雫の逆さま？まあいいや。はい、クラシックブルーで描いてみました。うん。そしてクラシックオレンジですね。お日様。これは雲。傘はこの絵の部分が、そしてこれは雪だるまかな。これは雷。
雪の結晶かな、難しいな。これはちょっと難しい。で、桜。はい。クラシックオレンジで書いてみました。で、次がクラシックレッドですね。三日月、星をこの形で書くのないから、次はこれは流れ星かな。で、ハート、音符、また音符、これも音符かな。これは等分記号。はい、クラシックレッドで書いてみました。うん、ま、薄いかなと思ったけど塗ってみるとそうでもないですね。はい。で、最後はクラシックグリーンですけど、この顔ではなくてもう一つのこっちでいこう。このぐらいでいいかな。これは画鋲かな。これは注意みたいな。これは猫かな。で、これが多分ウサギ。あ、耳がなんかおかしくなった。これはクマかな。はい。で、チューリップ、これは足跡、肉球みたいな。はい。で、これで全部書き終わりました。見えますかね。はい。ジュースのクラシックカラー6色セットですね。ナチュラルスムージーセットのキウイスムージークラシックカーキ、バナナスムージークラシックイエロー、ブルーベリースムージークラシックブルー、オレンジスムージークラシックオレンジ、ストロベリースムージークラシックレッド、ミントスムージークラシックグリーンで、全部でこの6色でちょっと書いてみました。はい。初めてジュース使ってみたんですけど、8色はとてもいいですし、書き始めのかすれもないし、うん、いい感じだなと思います。で、まあ極細ってなってるけど 0.5 なので、そんなそこまで極細には感じないですね。はい。
ジュースアップの 0.3 とかで書いたことがあるので、あれが今私が使ってる中では一番細いかなと思うので、それに比べたら全然極細ではないんですけれども、まあでもテンプレートもよっぽどちょっとね、なんか細かいのじゃなければ、はい、問題なく書けました。うん、こう結構そうですね、私はあんまり鮮やかな色、まあ鮮やかな色も別に嫌いではないんですけど、鮮やかな色よりも少しこうちょっとね落ち着いたヴィンテージ系の色がもうあのなんか好きなので、特にこのクラシックカーキ、クラシックイエロー、クラシックオレンジ、この3つが割と私好みかなって感じです。クラシックレッドとクラシックグリーンも悪くないかなと思うんですけど、はい、でクラシックブルーはね、さっきから言ってる通りこうブルーっていうと私どうしてもブルーブラックが好きなので、うん、それに比べるとちょっと明るいかな、これはクラシックっていうよりも、うん、明るめの色だなと私は思いますね。うん、ね、なんかはい、まあ色のね感じ方は人それぞれなので、はい、私はそんな風に思いましたということで、うん、で、そうですね、持ち方としては、持ち方っていうか、私あの普段が多機能ペン、多色ペンを使ってるので太軸なんですよね。で、なのでこういう単色のペンってどうしてもあの細く感じて持ちにくいなって思うんですけど、まあそれはもう分かりきってることなので。あえて何も言いません。ここがラバーがついていて、こうちょっと丸い模様があるので、これが、まあ、滑り止めみたいな感じになってるのかなって思います。でこれはまあ外せるから詰め替えできるのかな、この返しが売ってるのかどうかはちょっと定かではありませんが、まあジュースの芯は多分入れれるんでしょうね、これにね。はい、でクリップさっき言ったようにここをこんな風に挟めるようになってるので、やっぱりこうあれかな、学生さんとかがこうノートとかにこう挟んだりするようなのかな、私こういうのも使ったことがないのであれだけど、こんな感じで、初めてねジュースを使ってみましたけど、あの書きやすいなと思いました。はい、人気なのも分かります。こうちょっとね並べたいけど、どうしてもこのクリップが重たいので下に向いちゃうな。今 OK ですね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつもありがとうございます。とてもとても励みになっています。私はブログもやっています。ツイッターは X になるんですかねどうしたらいいんだろうか。ツイッターかっこ X（ツイッター）、まあ、どっちでもいいですね。と、インスタグラムとスレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければ遊びに来てください。多分ね、あのユニボール1もそうですし、このジュースもですけど、この試し書きしたのあんまり画面上でうまく見えないかもしれないので、また後日、あのこの画像をブログの方に上げたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい。書いたノートは無印良品の剥がせるルーズリーフ A5 サイズの 5mm 方眼ですね。それから今日はこのセリアのデザインテンプレートアイコンを使いました。はい、それではまた。